自分で、萌え美少女、を描く、それで消える感覚がある。己に不足するものを理解、それへ、適当、を提供できれば飢餓感への理由は消える。自分の理解では、その程度のものだ今のところは。不足するものを補うことができない、とき、何かの強行。環境その他、それは結構、異質なのかもしれない。幸運であると言うべきなのかも。その時、理解できない衝動に対し、それに対処しうるものとは何か？に、不透明さ。精神状態は、まあまあうまくいっている、わけだが。それが物理的な応報にまで消化しているか？には疑問。人間は価値を食べる、その分減る。だから、その分を自分で作らねば、己も維持できない。創作とは必需、その理解の果てに現状はある。が、決して一般に同意を得られる感覚ではない。それもまた、現実として。